って26日午前8時頃、陸戦隊は旧イギリス疎開より西部飛行場一帯を、陸軍部隊はジオの市街を完全に占領。両軍の直接連絡管制し、ここに隊列山系及び南省に通ずる敵ハンカオ防御陣の中枢要衝は我が掌握するところとなりました。8月21日、海軍陸戦隊8部隊は陸軍部隊と協力、航空部隊の適切な援護のもとに波陽湖岸の要衝西市を占拠しました。を目指し進行作戦を開始してより2ヶ月半、安慶、麻東鎮、古港、キウキャン、西市と砲丸の要衝を次々に落とし入れつつあるとき、先に隊別山麓の点検による敵大軍を撃滅すべく、露州、上城の線に展開を終わった陸軍部隊は敵の最前線拠点六安、各山を落として警官線に進出線としています。前線においては仙山、太古、宿昇、勾配を占領して要衝法政上に迫らんとしています。一方、江南戦線においては西市、随所を落ちて敵の南昇及び越関線防御陣地たる陽州、徳安、永州を連ねる一線の突破も目標に迫ったものと見るべく、ここに陽子港を中心として古今戦士にその例なき武漢包囲作戦の体制が形成されんとするに至りました。我が工場艦艇の進撃に伴い敵は砲丸の砲類陣地によって防戦に努め、特に麻東鎮並びに武穴においては両岸の舰類相攻をして執拗に我が艦艇を阻止しつつありましたが、先にキウキャン占領後砲丸に揚陸進撃中の我が特別陸戦隊は艦艇の砲撃、航空部隊の猛爆撃のもとに9月14日麻東鎮に突入、これを陥れました。武穴下流に敵前上陸を敢行せる海軍陸戦隊は砲丸を進撃、工場艦艇及び海軍航空隊と協力して所在の艦敵を駆逐、17日武穴へ突入しました。
や我が艦隊は続々不決に集結今や武漢攻略の最後的攻撃態勢ようやく整わんとするに至りました